ボーリング大会に行ったの。そうそうなんか行ったらそれが幸広さんの誕生会だったのかな。そうそう。ボーリングやるとかって言って。あの当時はよくやってたのね幸広さんとか。新堂さんとかも多分やったね。僕新堂さんとペアでチームになったことがあるもん。うんうんそういうのあったね企画がね。それ何年？それも九十二年ぐらいじゃない？あもう結構早いんだね。中途半端なんだよね時代が。そうなのね。 まだ再結成もしてないんだもん、ね、そうなのよそれが最初だったんだマリンとかと比べたらまあもう全然って言ってもいいぐらいでもやっぱりあの聞いてはいましたね小学,小学校5年生ぐらいの時に「スネークマンと増殖」それをいとこから借りてカセットで聞いたりとかはしてましたね。 いや詳しいしそこそこ知ってるけどそこそこ知るけど広,広さはもう全然こっちの方がおのがでもマリンは1個掘ると全部徹底的に掘るからあのふ深さはね、うん、1>, 1個の、うん、それはまあねあのそこそこやっぱ知ってますよ <laughs>、うんうん、カルトキングだからさ「ポイント」ってアルバムが出た時に 細野さんんのラジオに呼んでもらって出たんですよでなんか収録があってで終わった時になんか今度幸宏さんとなんかゆきひろさんのプロデュースをするとかって言っててでそれをなんかもしかしたら手伝ってくんないかなみたいな感じで言われてたんですよ。でしばらく空いてしたらそれがスケッチショーになってたんですよね。それで その今度スケッチショーのラジオ番組っていうのがなんかあってそれにまた呼んでもらった時になんか生放送中かなんかに「今度ライブあるんだけどギター弾いてよ」みたいな感じで言われて <laughs> でそっからですねいやまず自分のバンド以外でなんかこうセッションとして 参加するってことがまずほとんどなかったんですよ。それでまあ結構あの二人じゃないですか。僕ねどうしようみたいな。<laughs> <laughs> 最初はあの正月になんかさあの渋谷のロポンギのなんだっけあのライブハウスああそうだエックスシアターのできてコケラかなんかでゆきひろさんが やるって言うんで呼ばれて行ったそうだそうだそうだ僕<と>最初何も決まってなかったよね,、うん、ねだって俺 DJ みたいなことをやってくれって言って呼ばれていたんだよだって <laughs> DJ みたいなことはやってないっていさ <laughs> 最初そんぐらいなんかぼやけてたんですよだから僕は最初はなんかイベント ライブっていうかそのメタ5っていうプロジェクターじゃなくてそのユキロさんのイベントがあって生演奏もあって DJ タイムみたいのもあってそういうものだと思って行ったのよ最初はだけどなんか,なんか決まらないうちにリハーサルになってさんあのねでももうクール5がなんちゃらっていう話はその時にはしてたから。 だからもうなんとなくメタファイブっていうのはあったんだ<あ><れ>なんとなくあったんで、ね、そこからだよねそれ、うん、でリハーサル行ったらねえ「m の曲とかバーンって流れて小山田君とかやってるからベアーって弾くじゃん <laughs> で、まあ、しょうがないからそれに乗っかるかみたいになってなんとなく流れができてったん,じゃないなんだけどあの時幸宏さんの曲と「M−1」の曲しかやってないも、ね、うんねうん、うん ないのよ全部データの中にさいつも放送さんが弾いてたり誰が弾いてたりしてベースが結構ないから。でベース弾いてなんとなくそのバンドっぽくなっていった感じだよね。うん、どっちかっていうとやっぱりそのさ再現っぽい感じに近いかなあのメタ5でワイモもやってた時は。再現っっぽく作って で結局バンドで演奏するからそこがみんな変わってくるから、うん、もともと作ったトラックはマリンが本当に韓国したやつそこで弾くやつを全部消していくからそれで全然違うくなるっていう冗談ではよく言われますけど,どすいや次も何もないです <laughs> 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 いや、そんな、何も考えてふざけて言ってるだけじゃないですか。<laughs> <laughs> なんか。待時間にビリヤードして。で、なんかそこにいたやつと一緒にど、ビリヤードしたんだけど。後で知ったら、そいつがコージーパウエルだったっていう話を聞いて。コージーパウエルと幸宏さんのビリヤードすごいな。だって、あの時期、やっぱり時代の流れもすごく早かったし。 78年に着てた洋服83年に多分着れなかったと思うんだよね、うんそんぐらいなんかこう早かったじゃないですか今もう完全に物事がこう周期に入っちゃってぐるぐる回ってるからそういうのはあんまりないけどあの時なんかもうこれはもうありえないみたいなものってなんかすごいあったような気がするんだよね、音楽でもファッションでも。うんなんかあ,あ,あの辺は変わり目だった たんだろうなとはすごく思う2000年代以降なんか時間が進むのが遅くなった感じで遅くなった時かスピードは速いんだけどなんか全体的に新規っぽいっていうか80年代70年代80代90年代ってやっぱすごいどんどんガラッと変わっていった感じる2000年まではなんかその10年周期の区切りが割と音楽のスタイルとかファッションとかもはっきり。 してるじゃないですか、うん、それ以降なんかもう全部関係ないみたいになっちゃったから YMO のこと割と僕んかでも映像とかさ70年代の映像とかさ、うん、見るとやっぱすごい古いなっていう感じするけどさ、ね、YMO の音自体はさそこまで古いい思わないよねななよなよ別に今の曲としても聴けるっていう感じあるよね。うんうんうん あの全然商業的なことを考えなくていいんだったら僕は地味なのばっかりあのキャスタリアとかインソムニアとかライト・イン・ザ・ダークネスとか <laughs> なんかそういう暗くて地味なのばっかり聞くならいつぐらいっていうわけじゃないけどまあ割とその。 ね、子供の頃ライディーンとかテクノポリスとか繰り返し聞いてたけどまあそういう中で結構飛ばしたりすることもあったからインソムニアとかキャスダリアとかまあある程度の年齢になって聞くとあのいいいなと思いますん、うんまあ、BGM とテクノデリ,リックは割と多い方かな、うん、まあ多い多い多い、うん、その2つのどっちかだと思う多分。 まま、うん、まあまあまあそうですよね,そ,すねそれにやっぱり今までああも散々さん練習されてるからやってないことをやろうと思うとやっぱりああいう形っていうのはまあ考えられると思いますねた。ただパッケージングされたものとしては今まであった種子のものとはちょっと違うかなとは思うけど、うん、僕はやっぱ音楽やってなかったかもしれないねんもなかったら なかっったたらどうだっただろうまあ,あの前夜の前も前夜の3人のことを考えるとやっぱりこう言ってることとかやってる音楽とか聞くとやっぱりそうなって自然っていうふうにやっぱり納得できることが結構多いと思うんですよ僕は、うん。だからねなかったって想像するのは。 ちょっと想像力がなさすぎて自分にはちょっと難しいから、変えた。やっぱり日本にワイモンがあったから、僕らの世代の人間、そのそのエレクトロニックサウンドとか、あとニューウェーブとかにハマった人たち多かったのはワイモイいたからだと思うんですよ。もしいなかったら、その人口もうちょっと少なかっ。 だと思うな多分日本の芸能界じゃない音楽っていうかねオルタナティブっていうもののまあ本当オリジネーターっていうかだと思うんだよねの3人っていうまあそれぞれ質目は違うけどであそこまで世の中の普通に一般層にまで。 浸透して成功したっていうもうほとんど唯一の例っていう感じででそれ以降やっぱりあのいろんな環境もできて「1 n e m o が成功したことによってでまあそう,いう中そういう流れの中に僕たちもいたっていうことが後になってやっぱすごいよく分かったっていうか。